こんにちは、ゆいです。今日はいつものキャラクターものの動画とは少し違い、これから編み物をやっていく方に向けて編み記号について実際に編みながら説明していきたいと思います。過去のエコタワシを作る動画で使っているものは、9種類ぐらいなので、まずはこれを覚えてというものを紹介していきたいと思います。毛糸の帯の部分に参考使用針が書いてあるので、こちらを目安に使用します。私は7号針の方がゆったりと編めるので7号針で編んでいます。好みや作りたいものの大きさによりますが、初心者の方は参考使用針より1つか2つ大きい針を使用することをお勧めします。それではやっていきましょう。はい、ではまず最初に毛糸の始まりの部分を探していきたいと思います。ここに外側の先っぽがあるんですけど、ここから始めてしまうとやりながら毛糸がこうくるくる回ってしまうので、中にある先っぽを見つけていきたいと思います。で、なかなか見つからなかったら、ここの中の部分出しちゃって探していきたいと思います。ここが一番最初の始まりなので、ここの先っぽから始めていきたいと思います。まずはじゃあこの記号から作っていきたいと思います。この記号は鎖編みの記号で、円以外のものを作るときにベースになってくる部分の編み方です。では早速やっていきたいと思います。まずはじめに結び目を作らなくてはいけないので、指に巻きつけて輪っかを作ります。で、輪っかを作ったら、この円の中から向こう側にある毛糸を引っ掛けてすくいます。すくったら、ここ、両端をギュッと引っ張るとこのように結び目ができます。結び目ができたら、手前からかぎ針を糸の手前から引っ掛けて、この穴に引き抜く。手前から引っ掛けて引き抜く。この動作を繰り返していきます。手前から引っ掛けて引き抜く。これで鎖編みの完成です。これで鎖編みができたので、次このバッテン印の細編みを編んでいきたいと思うんですけど、この鎖編み 1,2,3,4,5
で、立ち上がり一目なんですけど、1,2,3,4,5 で一目作ってあります。で、次の細編みを編む際にはこっちが、表部分で、こっち側ですね、このボコボコがいっぱいある方が裏側になるんですけど、このボコボコ裏山というんですけど、裏山を拾って編んでいきたいと思います。で、この 1,2,3,4,5 この5目のところから始めていきたいと思うので、裏山2つ目ですね、この根元から2つ目のところにかぎ針を刺して、かぎ針を刺して手前から奥に糸を引っ掛けて引き抜きます。それで、でもう一度手前から奥に引っ掛けて、今度は2個この穴を通します。で、これで一目完成です。で、これを同じように繰り返していくんですけど、隣も裏山を通して手前から奥に引っ掛けて、でもう一回手前から奥に引っ掛けて、今度は2個っていう形でこれを繰り返していきます。手前から奥で、今度は2個で、次の裏山に刺して手前から奥で、手前から奥で、次は2個で、これ最後ですね、最後裏山に通して手前から奥、で手前から奥で、この2個ですね。で、これで鎖編みと細編み5個完成しています。で、今度次の段行くとき、また鎖編み立ち上がりを作るので、手前から奥に引っ掛けて1個立ち上がりを作ります。で、次の段に行くときにこれをひっくり返して、ひっくり返して使っていきたいと思います。で、今度は見た時に2本ずつになってるんですけど、この2本ずつを一緒に穴に通して、手前から奥に引っ掛けて、また手前から奥を繰り返していきます。で、次の目も2本通して手前から奥、こんな感じで細編み完成です。初めは肩に力が入って
見づらかったりするので、まあ、リラックスしてできるといいと思います。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。以上、ゆいでした。